お願いします、ケンさん。ああ。今日は、ずいぶん落ち着いてるな。いつもの追い詰められた様子がね。どうやら、何か掴んだようだな。それじゃあ、今日は俺が先行をもらおうか。始めるぞ。はい。 なるほど。俺の歌に集中しようとしているのか。なら、満足するまで聴いてもらおう。<laughs> やっぱり、すげえ。ケンさんの歌を聴くと、全身が熱くなる。指の先まで。 どくどく脈打ってるのがわかる。しかも、こんな間近で、俺のためだけに歌ってくれてる。なんつーか、まるで奇跡だな。この歌を、もっと感じろ。俺に消えねえ火をつけた、ケンさんの歌を、 俺の心臓を動かし始めたのは、他の誰でもない、あんただ <noise> あんたがいたから俺は、ここにこうして立ってる <noise> そのあんたと向き合う楽しさを、緊張を、興奮を、喜びを 無視して抑え込んでいいはずがなかったんだ。だから俺は、あんたがくれたものを全身で感じて、そしてそれを力に、あんたを超える ようやく分かったか。お前は難しく考えすぎる癖がある。だが、本当はもっとシンプルでいい。お前の感じたものを、喜びも、悲しみも、怒りも、すべて燃料にすればいい。それが、お前の歌になる。 いい歌だだがまだ終わっちゃねえぞあっこの歌はラッドウィーケンドの時の。 本気でぶっつぶしに来たってことかよ。くっそ。情けねえ。覚悟してきたってのに、手が、震える。こんなもん、俺は本当に。そうじゃねえ。そうじゃねえだろ 燃やせもっと燃やせ俺の中にあるもん全部なあ、ケンさん。俺はラッドウィーケンドに出会って、数えられねえくらい、たくさんのものをもらったんだ。最初は苦しいことばかりだった。何回折れそうになったかわからねえ。 《でも》《それでも》《必死で走る俺の横にあいつらがいてくれた》 そんで、手に入れて、失って、こんだけボロボロになっても、まだ進めるのは、この胸の真ん中に、あの夜があるからだ なあ、ケンさん。あの夜つけられた火は、今も、俺の中で燃え続けてる。あんたには本当に、感謝してもしきれねえ。だから、だから俺は、あんたを超える。そうだ。最後はやっぱり、こいつが残るんだ。 俺をこの場所まで突き動かした。この思いが。ケンさん。俺はあんたを超えて、ラットウィーケンドを超えて、その先に行く 暑いな<笑><笑>くそ、もう立てられねえよくやったアキトはあ 今俺は心の底から見たいと感じた。お前が、お前たちが俺たちの先に行く姿を。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。 さてお前たち今日までよく頑張ったな実力は全員9大点だ気は熟したってやつだな秋斗はいいよいよ前哨戦だ準備はいいか はいいつでもやれますああせっかくの復活一発目だから一緒に歌いたかったけどでもアキトならきっとドカンと火をつけてくれるよねうん東雲ノノ君頑張ってアキトお前の努力は お前を裏切らない。俺はそう思う。ありがとな、お前ら。俺たちは水をさせないよう通りの向こうで見ている。思いっきりやって来い。はい。そんじゃ、行くとするか。